我が闘争、我が闘争、我が闘争、とは、ナチ党指導者のアドルフ・ヒトラーの著作である。第1巻は1925年、第2巻は1926年に出版された。ヒトラーの自伝的要素と政治的世界観の表明などから構成されている。ヒトラーが当初希望した署名は、虚偽、愚鈍、臆病に対する闘争の4年半であったが、 出版担当のマックス・アマンは、より短い、我が闘争を推奨した。ヒトラーは1923年11月のミュンヘン一期の失敗後、獄中で当初の執筆を開始した。当初は多数の面会者と会っていたが、すぐに執筆に没頭した。執筆中に本を二巻にすることとし、一巻は1925年当初の発行を予定した。 ランツベルク刑務所の管理者は、彼、ヒトラーはこの本が、多くの番を重ねて、彼の財政的債務や法定費用支払いの助けとなることを望んだと記した。ヒトラーは1924年、ランツベルク刑務所で収監されていたエミール・モーリスに、後に、ルドルフ・ヘスに対し口述した。出国後、新聞記者のヨーゼフ・シェルニー、ホーゼフ・チャーニーらが手直ししている。 雑な著述と反復が多く読解するのが困難であったとされる。第一巻となる前半部分は自分の老い立ちを振り返りつつ、ナチ党の結成に至るまでの経緯が記述されている。自助伝は他の自助伝同様に誇張と愛曲がなされたものであるが、全体としてヒトラー自身の幼年期と反ユダヤ主義及び軍国主義的となったウィーン時代が詳細に記述されている。 第二巻となる後半部分では、自らの政治手法、群衆心理についての考察とプロパガンダのノウハウも記されている。戦争や教育など様々な分野を論じ自らの政策を提言している。特に顕著なのは人種主義の観点であり、世界は人種同士が覇権を競っているというナチズム的世界観である。さらに、 あらゆるンドイツ的なものの創造者であると定義されたユダヤ人に対する反ユダヤ主義も重要な位置を占めている。しかし、ユダヤ人大量虐殺についての記述は全くない。また、経済の利のみ狙うは民族の堕落、およそ世の中に武力によらず、経済によって建設された国家なるものはないと、経済変調がドイツ帝国の敗北を招いたとしている。 外交政策では、フランス共和国に対して敵外心を持ち、ソビエト社会主義共和国連邦との同盟を、亡滅に陥ると批判し、モスコー政権、モスクワ政権は、まさにそのユダヤ人であるとしていい。現時点で同盟を組むべき相手は、イギリスとイタリアであるとしている。また、ドイツが国益を新調するためには、貿易を拡大するか、 植民地を得るか、ソビエト社会主義共和国連邦を征服して、東方で領土拡張するかの三つしかないとし、前者二つは必然的にイギリスとの対決を呼び起こすため不可能であるとした。これは東方における生存権獲得のため、ヨーロッパにおける東方進出、東方生存権を表明したものであり、後の独祖戦の要因の一つとなった。 ヴィルヘルム・クーノなどのドイツの政治家を国評する一方でベニート・ムッソリーニを彼の仕事を見るたびに簡単な声を発せざるを得なかった巨人と高く評価している。第一部は1925年7月18日にナチ党の出版局であるフランツイコールエーア出版から発売された。価格は12ライヒスマルクであり当時の一般書の2倍の値段になる。 これはあまり売れないと判断したアマンが勝負数でも元を取れるようにしたという。1925年には9473部、1926年には6913部が売れた。1926年12月には第2部が出版されたが、1927年の売り上げは一部二部を合わせて5607部にとどまった。しかしナチ党は、 同書が大量に売れていると宣伝していた。ドイツ国内におけるナチ党の支持層拡大とともに、本の売り上げは増大した。1930年には54,080部が売れた。また、この年には1部と2部を合本した連歌版が8、ライヒスマルクで売り出されている。1931年には58,08部が売れ、ヒトラーに多額の印税収入をもたらした。 ナチ党の権力掌握後、ナチ党のヒトラー政権下で、我が闘争は、事実上、ドイツ国民のバイブル扱いを受けるようになった。結婚するすべての夫婦に、我が闘争を贈呈することが奨励され、各自治体が、フランツイコール、エーア出版に発注した、婚礼用、死の紋章が表紙に白押しされ、主張のメッセージが記されたページが挿入されているの、我が闘争が、 婚姻届を提出した夫婦に送られた。贈呈用として、本革や、琥珀の板、銀在庫などで想定された、様々な特装版も販売された。視覚障害者向けには、六巻組の展示版も制作された。本書の販売はヒトラーに、数百万ライヒスマルクの収入をもたらしたが、購入者の大半が全てを読んだわけではなく、ヒトラーに対する忠誠。 ナチ党内での地位の維持、下下っぽの追求を交わすために購入した者も,もいたと言われている。1939年には上下官を合本し、特別な表層を施したと呼ばれる版が出版された。第二次世界大戦終結によるナチ党政権、崩壊までに約一、レー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 レレレ部がドイツ国内で出版された。一方で、当然ながら国内外の批判者からは、 我が闘争の内容をめぐって批判も行われた。1936年2月21日、フランスへの友好姿勢をアピールするヒトラーに対し、フランスの記者が我が闘争のフランス批判部分を修正するかと問いかけた。ヒトラーは次のように答えている。この本はドイツ国外でも出版された。最初に英語訳を試みたのはイギリス人のである。社がその原稿を買い取り、 アメリカ合衆国でも出版された。しかしこれらは著作権者であるヒトラーの許諾を得ていなかった。ホートンミフリン版からは、反ユダヤ主義的な部分や軍国主義的な部分が一部削除されている。唯一の公式的な英訳は、によるもので、1939年に出版された。通信社に勤務していたは、ヒトラーとナチズムに対する批判者であり、 批判のために反ユダヤ主義や軍国主義的な部分を残した我が層を英訳して出版した。ナチスの代理人らは出版差し止めの訴訟を行い、コネチカット州の裁判所はこれを認め、出版は差し止められた。最初の日本語版は1932年に内外者から刊行された世の闘争、堺井隆次役である。以後、終戦までに大久保安を 室伏隆信、真鍋良一、東亜研究所特別第一調査委員会が訳けを手掛け、別々の会社から刊行されている。石川純十郎も国際日本協会からマインカンプ研究を発行する予定であったが、販売されなかった。ヒトラーはこの書において、アーリア人種を文化創造者、日本民族などを文化伝達者、ユダヤ人を文化破壊者としている。 日本の文化というものは表面的なものであって、文化的な基礎はアーリア人種によって創造されたものに過ぎないとしており、強国としての日本の地位もアーリア人種あってのこととしている。もし、ヨーロッパやアメリカが水亡すれば、いずれ日本は衰退していくであろうとしている。他にも日本人部別と受け取れる場所が複数あり、鈴木島民や勝本誠一郎等が告発する。 文章を発表していい。戦前の日本語版においては、こういった日本人を貶めた箇所が削除されているという指摘が行われており、ドイツ語の原著を読んだ第2本帝国海軍軍務局長の井上成美は、ヒトラーは日本人創造力の欠如した列島民族、ただしドイツの手先として使うなら正気を勝利口で役に立つ存在と見ている。 彼の偽らざる対日認識はこれであり、ナチスの日本接近の真の理由もそこにあるのだか、ドイツを頼むにたる、対等の友好と信じている向きは三死三世の、ようあり、次回を望むと、当時の海軍省内に通達している。また、篠原省英は、戦前戦中にあった幾種類の日本語訳版のうち二冊には、日本人を貶めた箇所が削除されたという事実は、 なかったと報告している。外務省は、独自に薬室に当たっているが、自局がら世人の目に触れさせる方が良い部分を、薬室せず、修正している。また、我が闘争のドイツ語原点は、旧正高等学校のドイツ語の授業などにおいて、教科書としても用いられた。第二次世界大戦の終結後、連合国の解放令は、ナチ党幹部たちの財産すべてを没収すると、 規定していた。アドルフ・ヒトラーの住所は最後までミュンヘンのプリンツレゲンテン広場16番地であったら、ヒトラー遺産の管理人はバイエルン州であった。ヒトラーの親族が我が闘争の著作権の所有を主張し、裁判所に訴えたこともあったが、認められなかった。ドイツでは民衆扇動罪により、ナチ党及びヒトラー賛美につながる出版物の観光が規制。 処罰の対象となっているため、著作権を保有するバイエルン州政府は、逆に著作権を盾に、ドイツ国内における本書の一切の復讐、及び印刷を認めないことで、ドイツ連邦政府と合意していた。しかし、技術の発展により、インターネットが出現し、ウェブサイトや動画共有サイトによって、アドルフ・ヒトラーの演説や本書の内容が、 誰でも読めたり見られるようになっていた。そのため、2015年12月31日まで、ドイツ国内で流通していた、我が闘争は、ドイツ語の古書と多言語版のみであった。ヒトラーの没年70年にあたり、没年70年間保護される、著作権の保護期間が終了した2016年1月1日以降、パブリックドメインとなってしまうため、 ネオナチズム主義者やホロコースト否認論者に懸念されないように我が闘争を歴史学者による学術的な注釈をつけた書籍としての復刊が2012年からミュンヘンのによって計画されていた。しかし、ホロコースト世存者からの反対を受け2013年にバイエルン州政府は我が闘争の出版を取りやめ現代史研究所への資金提供を停止し、 注釈付きでも出版したものは民衆扇動罪でりしまることを発表したが2014年1月24日にイタリ、バイエルン州政府は学術的な注釈をつけた我が闘争の発行を認める方針に転換したそして2016年1月8日に上下間に分けて再出版されたヒトラー没後70年が経過し ドイツでドイツ語で書かれた我が闘争を誰もが読めるようになった。2016年1月中旬時点で、すでに新書として購入可能となっている。解禁後の客中付き版は、ドイツの Amazon.co でで、初版4000部が数時間のうちに完売してしまった。ドイツにいるユダヤ人のいくらかの人々は、我が闘争の販売がネオナチズムの新たな波を乱すとし、 不快感を示している。中立の歴史家は、この再発行を支持している。再出版前も、ドイツ以外では、翻訳本が入手可能であった。1999年に、サイモン・ウィーゼンタールセンターが、amazon.com や、バーンズ・ノーブルのような EC サイト書店が、我が闘争を販売していることを求断した際、世間からの抗議を受けた両者は、 同社の販売を一時見合わせたが、その後また両サイトと,とも、英語訳版、我が闘争を購入できるようになっている。日本では、戦前の日本語小訳版に変わり、1973年、昭和48年から、角川書店が文庫版で、翻訳本を刊行。2008年、平成20年には、イーストプレスから漫画版も出版された。また2005年には、 トルコの若者の間でベストセラーになるなど、ユダヤ人とイスラエルに反感を持つ中東地域で一定の人気を保っている。収集過感においては、戦前の特捜本やナチ党政権用人の直筆署名入りのものが高値で取引されており、2005年にはロンドンの古書類競売業者のオークションで、ヒトラーの署名入り初版本が23,800イギリスポンドで、 落札されている。このほか、米国立公文書館に保存されている、未刊行に終わった、ヒトラーの口述タイプ原稿が、ヒトラー第二の書、続、我が闘争と名打たれて、翻訳、刊行されている。北朝鮮では、最高指導者であるキム・ジョンウンが、幹部にお礼として、我が闘争を一冊ずつ配布したことがあるとされており、朝鮮語に翻訳された書籍が存在する、可能性もある。 インドにおいては2002年頃からベストセラーとなっている。我が闘争が人種差別主義的な内容で第二次世界大戦中のナチズムやホロコーストにいかに影響を与えたかについては多数の議論がある。ヒトラー政権下で軍事大臣を務めたアルベルト・シュペアは回顧録でヒトラー自身が以下のように語っていたと記した。我が闘争は古い本だ。 私はあんな昔から多くのことを決めつけすぎていた。また、ヘルマン・ゲーリングは次のように述べた。相当は彼の理論、戦術等において変幻自在だった。そのため、あの本から相当の目的を推測することは不可能だ。相当は臨機応変に己の意見や見解を変えていた。あの本は相当の哲学思想の基本的な骨組みが 表されているのだろう。なお、我が闘争では大衆を別視する記述が多いのに、対して、政権掌握後のヒトラーは、大衆宣伝に心を砕くなど両者には、相反する点が多いことから、我が闘争は、あくまで1920年代初頭当時のヒトラーの、知見を述べたものに過ぎない、という指摘もある。イタリアのファシスト指導者で、ヒトラー率いる、 当時のドイツと同盟したベニート・ムッソリーには、我が闘争は退屈な研究所で私は決して読めない、当初で表明された、ヒトラーの信念は、陳腐に過ぎないと述べた。また、ナチ党員であったは、ヒトラーの友人と思われる、他の党員には、我が闘争の内容は重要な政治的議論だと、見せたが、しばしば実際に、当初の内容を非難した。大日本帝国海軍の井上成美は、 ベルリン駐在中にドイツ語の原点を読み、有色人種別紙などの人種差別主義を嫌をし、与内三政や山本五十六らと共に、日独一三国軍事同盟に反対した。石原漢字も1945年に、マインカンプ批判を出版している。第二次世界大戦中に、イギリス首相のウィンストン・チャーチルは、我が闘争は、他のいかなる本よりも、 集中的な調査が必要な本と記した。アメリカ合衆国のケネス・バークは著書、ヒトラーの戦いのレトリックで、我が闘争には攻撃的な意図を持つ隠されたメッセージがあると記した。ヘンリー・キッシンジャーは、我が闘争に記載されたヒトラーの哲学は、陳腐で空想的で従来からの右翼過激思想を通俗的にまとめ上げただけで、私的潮流を引き起こすものではなく、 この点でマルクスの資本論などとは異なっていたと述べた。2017年1月3日、第二次世界大戦後初めてドイツ連邦で客中付きドイツ語版を2016年に再出版したミュンヘンの現代史研究所は約8万5000部と予想外のベストセラーとなったと発表した。ドイツ教員組合は2016年にドイツ連邦で注釈をつけて 再出版された我が闘争を授業で教材利用した方が政治的排外主義に対する免疫になると発表した。しかし、ドイツのユダヤ人団体は反対しており、ハンデルスブラッド氏にて教材使用の反対の理由として無謀だからとしている。だが、中道左派の第一野党、ドイツ社会民主党、SPD の教育政策広報を担当するエルンスト・ディーター・ロスマン、 議員も、同市上で、的確な教師を通じて、プロパガンダの仕組みを説明するのは、現代の教育の使命だと述べ、大衆英語主義が台頭する今こそ、教材使用して、免疫をつけるために、我が闘争を利用することは必須だとして、ドイツ教職員組合を支持している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。